皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ。日本バドミントン協会は13日、10月の国際大会、デンマークオープン、15日、20日、デンマークオーデンセ、について、所属チームからエントリー依頼を受けていた女子ダブルスの五十嵐有沙 BIPRIGY、と桜本綾子、ヨネックス、の2選手の大会エントリー漏れがあったことを明かした。写真 2人とも美人、五十嵐有りと桜本綾子国際大会の申し込みについては、エントリー選手リストを作成した後にエントリーの作業を進めていくが、今回は日本協会からのエントリー作業に誤りがあり、2選手のエントリーが漏れていたという。加えて、情報共有のために参加選手の所属チームへリストの共有もメールで言っていたが、一部所属チームへのリスト送付も漏れていたという。 同協会では22年にもジャパンオープンに出場を予定していた混合ダブルスの緑川大輝、斎藤夏組の選手エントリー時に斎藤の登録名を誤って同じ所属先で元代表でもある女子シングルスの姉、しおりの名で登録した事案があった。結局、申請間違いにより同ペアは大会に出場できなかった。 同協会は、改めて一連の作業についての点検を行うとともにエントリーに関する手順ルールの徹底及び見直しも含めて再発防止の体制を整えてまいりますと記した。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。